サイアントニオスパーズ時代のオベルト・ファブリシオ・オベルトこと、ファブリシオ・ラウル・ヘスス・オベルトは、アルゼンチン・コルドバ州出身の元、プロバスケットボール選手。NBA では5シーズンプレイしサイアントニオスパーズで2006から2007年シーズン優勝に貢献した。2004年アテネ五輪で、金メダルを獲得したアルゼンチン代表最強時代のメンバーでもあった。人種は、イタリア系アルゼンチン人。 身長208センチメートル、体重111キログラム、背番号は7番。アルゼンチンとイタリアの両国籍を持つ。趣味のギターはプロ級の腕前。17歳でアルゼンチンの名門 AD、アテナスでコルドバと契約。アルゼンチンリーグで MVP に選ばれた後、1998年にギリシャのグリークオリンピアコスの22点と活躍。 ティム・ダンカンの国志役というイメージが強いが、リバウンドを得意とし、オフェンスでもボールを持っていない時のポジション取りに優れている。また、通じには、現れないものの、スクリーンで、トニー・パーカーやジノビリのペネトレーションを支えた。2008から09シーズン後、2度のトレードで、ミルウォーキーバックスを経由して、デトロイト・ピストンズへ移籍したが、間もなく解回され、 その後ワシントン・ウィザーズと契約し、1シーズンをプレイし、NBA でのプレー。2010から11シーズンは、ポートランドトレイル・ブレイザーズと契約したものの、体調面の不備が発覚し、開幕後に退団した。1995年に、代表入り。2002年の世界選手権での銀メダル、2004年、アテネオリンピックでの金メダルに貢献する。 2006年日本開催の世界選手権にも来日し、NBA 選手を中心に構成されるアルゼンチン代表の先発センターを務める。2008年北京オリンピックでも銅メダルを獲得した。ありがとうございます。